寄付駅は北海道立市南丸府町にある北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は H36。電報略号は丸。1976年の寄付駅と周囲約1キロメートル範囲。下が、東室蘭方面。構内はおしゃまんべ方が長く黄金駅と似ているが、東駅から長尾駅までは単線区間となる。 DD51 に引き入られた下りコンテナ貨物が待機中。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より。長田法政は、アイヌ語で、一チあるところを意味する、エマウリオマレから、としているが、山田秀造は、幕末の探検家、松浦竹四郎が、東江造日誌には、イマリマリフ。咲けばなり。名義。 泳ぐ形うんなり、と記していることなどから検討がいる、としている。なお、1973年に国鉄北海道総局が発行した北海道駅名の起源では、長田と同様の説を紹介している。なお地名における、寄付の読みは、マレフとなっている。単式ホーム、島式ホーム複合型の二面三線を有する、地上駅。 ただし、島式ホームの駅舎側の一線は1983年時点では上下線共用で使用されていたが、1993年時点で側線扱いとなっている。互いのホームは駅舎側端式ホーム北側と島式ホーム北側を結んだ構内踏切で連絡している。他に一番線側に岩見沢方から分岐した急貨物側線である短い補線車両の留置線を一線。 有志、三番線に安全側線を有している。なお、最も、おしゃまんべ方の本線ポイントに、ポイント不転換防止装置と、防雪柵が設置されている2009年9月30日までは、簡易宅駅であったが、現在は、完全無人駅となっている。駅舎は、線路の東側に位置し、短式ホームに接している。有人駅時代の駅舎は改築され、 明かり取りの窓を廃止内部に山小屋風の木組みを表した構造を有する駅舎となっている。駅舎内にトイレを有する。長和駅より東駅までは単線区間、東駅より三河駅までは複線区間となっている。1日の平均乗降人員は以下の通りである。ありがとうございます。